父が突然上京してきました。急に何？市長でさ。仕事？順調順調、心配ないって嘘をつきました。そうか。でも父も嘘をついていた。やら本当は出張なんてなかったくせに。バレたか。バレバレだって。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。東京の娘から電話がありました。誕生日のお祝い、欲しいものとかある？ないな。なんかあるでしょ。別に喜ぶ年でもなし。そんなことより、そっちはどう？昔は可愛かったんだけど。お届け物です。娘さんからです。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。彼女のお父さんに会いに行きました。お父さん。お嬢さんと。彼女一人娘だから。残念だな。嫌な奴なら一発殴れたのにな。お待たせ。ウイスキーが嬉しかった。サントリーオールド。